人混みかと思ったらストリートライブか。結構うまいじゃない。聞いてんだろ、誰に断ってんだってよ。マネーがね、困っちゃうのよ。弾き語りとか場所代って知ってる？拾った古雑誌売るのだって大変なのよ。俺たちみてえなのと話もできねえってか。 いえ、そんなことは。じゃあ向こうでマネーの話する。個人情報もマネーになるからね。ね、やめなさいよあんたたち。だてめえ、黙って消えるなら見逃してあげてもいいけど、向かってくるなら痛い目見るわよ。マネーなのカモってやつ。増えてくれるなら預金アップでハッピーよ。能力者みてえだがよ、こっちは。んだよせ、あれはやばい。カモちゃんのどこが。何？あれが常盤台の。相談は終わったかしら。はい、賛成した。失礼します。ったく、くだらないことに使うエネルギーがあるなら他に役立てればいいのに。あの、ありがとうございました。え、ああ別に、私は何もしてないし。そんなことより大丈夫だった？うん、そう、よかった。すごいね君、一瞬で追い払っちゃったんだ。ああいうのには慣れてるからね。慣れてる？その私も高校生になったんだし、君みたいに貫禄つけないとな。貫禄？うん、どっしりしてるっていうの？どっしり？っていうか、私中学生なんですけど。あ、ごめん、そうなのね。確かに胸のあたりは年相応かも。失礼な。あの、道を開けてください。うわ、アンチスキル。ごめん、事情聴取とかパスしたいから私行くね。そうそう、これん、私の番号を書いたメモ。また何かトラブったらいつでも連絡して。ただし変なとこに流さないでよ。あの、行っちゃった。また会えるかな。